さあ今日ここまでノーヒットの岡本に何やら後藤コーチ経由で原監督から指示がありました。ただここね、まっすぐ以外まだ投げてないんですよね、はい、変化球投げれていったらこの初球ですよ。2つ連続のフォアボールの後、さあ岡本への初球は非常に興味深い1球になります。バントできました。小野がボールを取って一塁送球、一塁アウト。やはりその含みの話だったんでしょうか。まあ、でもいやいやいや、それにしては、ね、はい、話が長かったですよね。4番の岡本に送りバントを命じました。ただそういう場面であることは確かでしたけどもね、その指示通り